パロス県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。キクラデス諸島のパロス島などの島々からなる。キクラデス諸島の南部に位置するパロス島などの島々からなる。旧キクラデス県の自治体パロス県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。 旧キクラデス県の旧自治体現在のパロス県の地域はかつて広域自治体であるキクラデス県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのパロス県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは気のティタ。 それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。